皆さんこんにちは現代のもののけ姫ことまこですながらでラジオながらじのお時間です久々ですねこのラジオではテーマを決めてリスナーさんからのエピソードをいただいたりフリーな質問をいただきながら音声のみだからこそできるお話をしていこうと思いますながらでラジオなのでぜひながらで聞いてください録画でお送りしていますが基本は編集なしの生放送感覚でお届けします 最後に次回のトークテーマを発表しますので、ぜひぜひ最後までお聞きください。はい。本日6月6日、えー、今は15時15分、まあ3時ですね。午後3時になります。えーね、体調不良が、えー、えー、言ってますけども、<laughs> 体調不良が続いて、久々の長らじでございます。はい。なんか、生放送感覚なので、あの、録画でね、 体調復活しましたよっていう動画を撮った時とはまた違う気分で私はお送りしておりますが皆さんはどんな気分で聞いてますでしょうかはいえっ、ー、とーまあ今は福岡にいましてリハビリを体調が復活してからはリハビリを行っていますでまた678か99ですね9日に山形に 1> 帰ってで1 0 1 1 1 1 1 2が仙台ですね。あのテレックス東北と Twitter とかではいろいろ宣伝してたと思うんですけど「テッドっていうなんかあの遠く遠くというかなんかまあ日本でいう講演会ミニ講演会みたいなやつがカリフォルニアじゃなくてカナダで発祥であるんですけど、まあ、それのこう派生版というか。 ミニ版というかそれの東北版がテレックス東北で、えー、それに出るために仙台の方に行きますはいもうすごいあの「テッドっていうのがねアプリで聴けるんですけどアプリとかと、まあとたまに YouTube とかにも流れてたりするんですがすごい好きで前からこうマインドを上げるために聴いてたんですねでいろんな、まあ 別に会社の人社長さんとかだけじゃなくていろんなことにチャレンジしてる人たちがいろんな思いでどういうことをやってるのかとかどうしたらこういう風になったのかとかっていう思いを喋ってて自分が少しなんか悩んでるというか何か新しい情報新しい考え方欲しいなっていう時に手ッと聞いてああなるほどそういうことあるんかとかっていう風に学んでたことがあったので。 いつか出れたら面白いななんていう時にこのテレックス東北さんからお話をもう去年も約1年かけ1年間かけて打ち合わせしてるんですけど行ってやってます。もうとても緊張しているんですが今からうまくしゃべれるか15分間、まあ、しゃべるんですけどうまくしゃべれるかわからないんですがでもとても楽しみです。えー、観覧 のオーバーもう終わってしまったのであれなんですけど YouTube で生配信もしますし、えー、そのイベントが終わったら t e d クスとまあ t e かな多分テッドのそのアプリとかで聴けるようになるんですで同時通訳も入ってるので、えー、スティリマンさんとかねあのインドで聴いてる方とかも聴きやすいんじゃないかなと思いますまたそのアプリで聴けるようになったり YouTube で聴けるようになったりした時はお知らせをするので ぜひ皆ささん楽ししみにてていてくださいで私だけじゃなくてもその東北で頑張ってる方々一番あの私会えるの楽しみにしてるのがですねヘラ,ルヘラルボニーって最近すごくあの有名なんですけど自閉症のお兄ちゃんを持つ双子の弟さんたちがそのアート障害知的がある人たちの 描いた絵をもう本当にちゃんとアートとしていろんな商品であったり、まあ、普通に絵としてね展示していこうっていうのをやってて今だと成田空港の第3ターミナルとか多分その絵で埋まってるし銀座かどっかのホテルもその異質がすごいそのアートで埋まってたりとかっていうのがあるのでとても素敵なんですよね。 その方々もいらっしゃるので会ってお話しできるのがとても楽しみでございます。はい、でまたあくびをしそうになってますがもうね忙しくならないようにならないようにと思いながらもそんなことは私が決めれるわけではなくて <laughs> やっぱりいろいろ大変なことがやることがたくさんあって。 あの本当に体調崩さずに生きていけるのかっていうのはありますがまあでも楽しいですね本当去年はね夏をやけどですやけどを負ったから7月に7月にやけどを負ったから夏はあんまり楽しんでないんですけど今年の夏はやけどの日焼けに注意しながらいろいろ楽しもうかなというふうに思ってます。 で、やけどの状況も約1年経ちましたのでまた動画でお伝えして今こんな感じだよっていう風にやっていきたいなと思いますし魔、えー、の7月、えー、知ってる方は知ってるんですが魔の7月が来月やってきます。まの7月は何かというと私脊髄損傷を負ったのは2018年の7月12日なんですけどね。 <laughs> でやけどを負ったのが去年2021年の7月の18とか19とかあの大怪我してるというかねやばい怪我してるのってどっちも7月なのでなんか7月を注意しなきゃいけないなと思います。まあ、ですが まあまあでもなんか7月もいろいろイベントがあってお仕事もあって動きもあるので、えー、体に気をつけててやっいいいきたいなと思いますそんなこんなで何週間ぶりか2週間ぶりですね2週間ぶりに、えー、皆様のコメントを読むんですけど、まあ、2週間前何を次回のトークテーマにしたかといったら、まあ、健康維持。 皆さんの健康維持どうやってやってますか何かありますかっていうのをリアルタイムで聞いてたんです。それをちゃんと聞いてれば、見てれば、行ってれば、もしかしたらもうちょっと私は健康でいてたのかもしれないけど、また皆さんのこの健康のやつを意識えっ、ー、と、参考にしながらやっていきたいと思います。はい、じゃあまずは、龍星さん。 えー、健康の話ではないけど、ボイシーダウンロードしてフォローしましたと。そうです、皆さん。私、ボイシー始めたの、えー、長ら字で言いましたけど、結構皆さんね、登録して聞いてくださってくれてて、ありがとうございます。で、ボイシーの、うん、と中島さんもそうだけど、YouTube よりボイシーを先に聞いちゃいました。 使い分けするけど頑張ってねっていうコメントあるんですが、確かに流しもラジオだしボイシーもラジオなんです。でも使い分けは確かにしますね。ボイシーではまあ、その障害のことだけじゃなくて、ボイシーの中にこう話すテーマとかっていうのが普段あるんですね。まあ、使ってもいいし使わなくてもいいんだけど、なんかそういうのに関して、だからこうクレマエスの渋谷校じゃなくて渋谷校のお話を ボイシーでは結構多めにやっていこうかなと思いますので結構特殊な特殊な <laughs> 狩猟の話とか田舎暮らしの話とかもこの前したので面白いと思うので是非皆さんあのアプリ登録しなくてもボイシーは聞けるので是非聞いてみてください。でトゥルちゃんさんは「私の健康的な運動ではないですが」 毎週日曜日、地元の駅前掃除、ボランティア活動をしています。すごいね。あ、電動車椅子での清掃日、はちを使用してゴミを拾います。確かにそうやってできるね。で、その健常者の方々と一緒に清掃活動を先日5月1日で第300回を迎えました。すごいね。てか素敵だよね。こうまあ、ゴミを捨てる。 人もさ私は嫌いだしなんでゴミ捨てんのって思っちゃうけどでもーちゃんとそうやって自分たちの地域の駅前の掃除しようきれいにしておこうってこうやって拾ってる方々がいるっていうのをさもっと自覚してさゴミ捨てる人たち、ね、考えてほしいよね。まあ、かといって、まあ、それが仕事につながってる人たちもいるしこういうふうにつるちゃんさんみたいにえー 運動というかねそういう活動の一環となってるっていうのもまあ大切なことではあるのかなとは思うけど素敵だねすごいね確かに火鉢使えばそんなにかがまなくてもいいから私もそういうのになんか参加してみたいなとたまにふと思いますが地元はあんまりねゴミないのよ田舎だから <laughs> だからなんかそういうね皆さんと一緒に何かするっていうのは。 この夏あ夏は暑いけどこの秋とかいろいろできたらいいなと思ってますはい TO さんいつもながらじ聞いてますありがとうございますラジオみたい <laughs> 私はキムチと納豆これなしでは生きていけないキムチと納豆そうめんと一緒に食べるのが私の中での健康の秘訣ですあとはやっぱりヨーグルトですねいいですねもう発酵食品バーサスバーサスじゃないな発酵食品対発酵食品 で乳酸菌もううんちちゃんもりもりでそうですね私もね毎朝納豆ご飯食べてますよって言ってるけどでもちょっとねあれなのが納豆をね私納豆ご飯以外で食べることができないの <laughs> まあ納豆、まあ、米と一緒以外食べることができなくて だからそのキムチ納豆っていうのも美味しいよって聞くけどチャレンジしたことないしましてやそうめんと食べるなんて無理だしで地元はね山形にね郷土料理で納豆汁っていうのがあるのよこう納豆をこうすり鉢ですりつぶしてでそれをこうなんか味噌汁みたいなやつに混ぜて、まあ、納豆汁美味しい美味しいって食べる人はすごいいるんだけど私はもうゲイちゃんの <laughs> ゲロの味しかしないっていうかさ 本当に臭いからなんか納豆を温めるとすごい臭いじゃんそれも苦手なんだよねであと納豆餅っていうのもあるの普通に白いお餅に納豆かけて食べるとかっていうのもあるんだけどだからなんか苦手で納豆が温かくなるのも苦手でご飯の上に乗って少し温まるくらいがもう限界だからもうキムチと納豆そうめん やってみたいけどまだまだ正直ちょっと手が出ないっていうのがありますねはいヨーグルトもやっぱりこう便秘の方々とかにはいいですよね少し食べるだけで違ったりしますからねもう口の中やばいっすねキムチと納豆とヨーグルト <laughs> もうちゃんと歯磨かないとやばいこと <laughs> になりそうな <laughs> 組み合わせでも素敵ですはい 浩二さんは今年の夏はもう酷暑もう毎年毎年そうじゃ温暖化のせい温暖化ほんと暑くてやだよね健康のために気をつけているのはズバリ筋トレですコ浩二さんめっちゃ筋トレしてるもんねツイッターに上げててすごい、あのー、ちゃんと続けててすごいなっていうふうに思ってますそれとどうしてもこの時期お腹の具合が悪くなるので えー、いつもより食物繊維の多い食材をとり腹6分目より少なく食べています年齢を重ねると水を飲まなくなっているので1日2リットル飲むように気をつけていますだってすごいねなんでこの時期にお腹具合悪い、まあ、梅雨というかねお腹具合悪くなっちゃうんだろうねでも腹6分目とか、まあ、腹8分目って本当に大事やなと思いますお腹いっぱい いいっぱ食べちゃう時それこそお酒飲んでる時とかもそうなんだけど昔は怪我する前は別にお腹いっぱい食べても多分別によかったんだけどね今お腹いっぱい食べると私は結構お腹下すなあと思いましたでなんかより気持ち悪くなっちゃうというかだからあのー、すごい体に負担かかってんだなと思いますお腹いっぱい食べるのってだから腹8分目とか っってていいいいうのがい、い本当ななんだなと思いましたで水はね私本当に飲まなくてえー、っと本当に1日のペットボトル例えば 500ml のペットボトルを与えられたとしたら飲みきれないんだよね。それだけ飲まないからいつもこうプチ脱水症状気味というか熱中症気味なんだけどそれが当たり前になっちゃって口皮感がね。 であんまり飲んじゃうとなんかトイレいっぱい行かなきゃいけないよなとか思っちゃうとなかなか飲めなくてでも皆さんお水はいっぱい飲んでください健康のためにも美容のためにもか本当にお水は、ね、いっぱい飲んだ方がいいのであのー、まあ導入してる人は導入めんどくさくなるし導入してない人はまあ全然いいと思うけどまあやっぱ夏になれば汗も出る人は出るからちゃんとそういうのって素敵だねはい なおさんこんばんこばは自分の誕生日は5月14日あなるほど前回誕生日の人の話してたもんねえっと奈緒さんはねえー、っとまあちょっと健康な話ではないけどラーメン太麺細麺どちらが好きですかだって奈緒さんは細麺なんだけどさ細麺やっぱ九州は細麺なんだよね基本的に。 でも山形とかもっとこう東上の方に行くと基本的に細麺っていうのがなくて中太ち縮れとかがスタンダードになってくるから私は中太ち縮れの醤油ラーメンとか細麺ちじれ細麺って言ってもその博多みたいな博多豚骨ラーメンみたいな細麺ではないんだけど。 細麺の縮れ麺とかっていうのが私は結構スタンダードで食べますね。はいでなおさんも VC をダウンロードしたいです。コメントしてくれてますねなおさんいつもありがとう。 で健康についてやってることは食事運動読書読書も健康なの読書です食事はプロテイン入りのスムージーヨーグルト適度な水をや飲むようにしていますすごい運動は朝夕の足の運動かかとを伸ばすストレッチとかもうだって寝る前に腹筋運動すごい読書は脳の運動ですなるほどまああのー、ね抗 MND 脳炎 っていうんだっけかながあるんんだけどなあさんは、まあ、その前は速読みたいなのができたんですがやっぱりこうちょっと障害が残ってからは今はさっぱりだから昔の読み方を取り戻すために自分の部屋では自己啓発や経済などは堅いのを読んでるとリビングでは小説を読んでるんだってこんなに書くと真面目っ子みたいですが。 性格は腸がつくぐらいズボラです <laughs> でもすごいズボラな人がさこうちゃんとこういうのを続けるってやっぱり難しいからズボラではないんだよきっと。えー、すごいねプロテイン入りのスムージーとかお水とか運動とかえでも本当にこれがね理想なんだと思いますよ。 皆さん自分に甘えないで <laughs> やっぱりこう運動して適度な食事素敵素敵な食事というか栄養の高い食事とって自分に合う栄養素をとって読読書書ねマジで読書したいんだよ、ね、もう本んに私もそういうね忙しいお言い訳にして最近何もできてないけど読書したいわねこう脳の脳が脳の運動も健康に つなげてるんですっていうことで書いてること自体がもうなんか意識高いもんね素晴らしい素晴らしいですえっ、ー、と木村さんはあ自分の場合自分で運動するなんてことはできないので40歳を過ぎてからは「これは体にいいよ」と言われるようなサプリメントをいろいろ飲んでいますだって例えば中性脂肪を抑えるやつとか血糖値を抑えるとか体全体を疲れにくくする 十分なあ栄養十分なサプリメントを飲んでます孫さんは何かサプリメント飲んでますかえっとまあ木村さんも重度障害なので自分は自分ではあまり動かすことができないでやっぱり車椅子の人とかも重度障害の人って自分で動かすことができないけどご飯食べますってことはどんどん太りますっていうことなんだよね。あのー、だから私もやっぱ代謝が 悪いから、どうしても食べ過ぎちゃうとさ自分の消費カロリーよりいっぱい食べる日々が続くので気をつけてはいるんですけどねサプリメント私も飲んでます結構いっぱい飲んでるんだよねまあ皆さんに1個おすすめしたいのは、えー、ビタミン D かな骨粗しょう症とか。 にや、えー、はやっぱりこうビタミン D がいいのでビタミン D のサプリメントとあとカルシウムとマグネシウムのサプリメントは、えー、飲んでますこれは結構皆さんにお勧すすめした方がいいかなと思いますやっぱこう下半身麻痺の人だるか歩けない人の骨ツそう <laughs> 言えない骨 <laughs> ツそう少少の問題って大きいので骨をちゃんと取る、うん、大事にするためにビタミン D 摂取 カルシウムマグネシウムとかを取った方がいいと思いますはいウツリーマンさんいつもありがとういつもともありがとうだって私こちらこそありがとうえー、っとウツリーマンさんはテーマについての話は特に運動はしてませんと仕事はパソコンの仕事でいつも座りながらしているので外に行く時はたくさん歩き荷物を運びます 仕事中座りながらストレッチをしますそう本当に現代病だよねパソコンの仕事ってだから別にこう車椅子とか車椅子かとか関係なくあの肩周りの運動をしてない肩甲骨運動をしてない首カッチコチストレートネックですっていう人が本当に増えてるから、あのー、そういった肩甲骨をねカチカチにするって本当に何か頭痛につながったりもするのね。 だから皆さんこう腕のストレッチ肩甲骨が柔らかくする柔らかくするっていうのはとても大切だと思います、はい、きなこもちさん健康にいいこと毎朝晴れてたら家の敷地内過去1 0ル）を杖をつきながら歩行して腹筋と上半身の筋トレは軽くやってます夕方は近くの公民館の駐車場を車いすでぐるぐる回ってますすごいね 食事はまずはサラダを食べてからあーご飯を食べるようにしてます。よく言うよね。おかずは魚、肉類ならなるべく鶏肉を食べるようにしてます。もちろんプロテインは欠かさずに毎朝飲んでます。結構みんなプロテイン飲んでるんだね。お酒は怪我をしてから飲んでませんが夏の暑さに我慢できるかなビールですかビールのことを言ってるんですね。かなと言ってました。そううんとー あのさでもさ,さサラダをさ先に食べると血糖値を上げないためっていうことでなんかいろいろ言われてるけどでも結構がっつり食べないと本当はダメらしいんだけどまあでも初めに米食うよりはまずサラダを食べてからの方が、まあ、若干ね、えー、と血糖値上がるのを抑えてくれるのかなと思いますでさっき言ったビタミン D の話なんだけど鮭お魚のね鮭にいっぱいビタミン D が 入ってるんだよってこの前教えてもらいました。なので、えっ、ー、と骨粗鬆症とか骨もっとちゃんと強くしていこうって思っている方は、やっぱ鮭とかあとブロッコリーとかを一緒食べるといいですよ。はい。ふまさんは毎日夜ウォーキングしてます。すごい皆さんちゃんと運動してらっしゃるんですね。 たかが2,3キロ、いやいやされど2,3キロを無理せず毎日続けられる距離をゆっくり歩いていますタイダイエットではなく衰え防止の散歩って感じですかねいや大切ですよやっぱり毎日毎日少しずつ何か体を動かすこと、まあ、ウォーキングもそうだけどそれがするのとしないのっては全然違うから なんかこう本当に運動不足の世の中ですけど <laughs> そういうのってすごい素敵だと思いますねやっぱ人間体を使わないとどん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 衰えていくので、えー、座ってばっかりだらけでばっかりじゃなく一日毎日23キロ歩こうっていうのは本当に健康維持につながってるんじゃないかなと医者でも何でもないですが私はそう思います。<laughs> はい ひろしさんは健康法は週に,週に2回休館日を決めていますまた朝にバナナにプレーンヨーグルトをかけて食べていますなんなら週2回しか休館日ないの <laughs> それ以外は毎日飲んでるってことすごいね私はさ晩酌とかしないんでお家でお酒飲むことってしないからあのー、ねもうほぼ飲んでないんだよね。 でやっぱお酒飲むとうんまあ量にも量関係ないと思うけどさ何かやっぱりこうお酒例えば缶中杯1個いただきますとかさをやった次の日のうんちっていつもより臭いんだよねなんかお酒飲んだ次の日のうんちって臭いんだよねそう思うとなんかあんまり言えばお酒って体によくないのかなーって思った私もさ あのーまあ、飲,む飲むっていうタイミングの時は飲むけど最近は、まあ、少しあのランチお肉いただく時に少しシャンパンを1杯2杯頂いただいたりでそれで別に酔うとか酔わないとかないからなんかそういうい生活になりました、まあ、なんなら別にお酒はまあ飲まなくても生きていけるんだろうなっていう体質な気がします。 ねまあ、こんな感じで皆さんから健康法を教えていただきましたけども本当にもうこれから熱中症夏バテが多分すごく浩司さんも言ってたけど暑い暑い夏になると思うので、まあ、運動されてるウォーキングされてる方お外でね健康的にやってる方も熱中症に気をつけながらやっていただきたいなと思います。はい まあちょっと久しぶりなので結構長めに喋ってますが次回のトークテーマはうんとストレスというかあれと、まあ、疲れとかいろんな、まあ、5月病なんていうのもありますけどいろんなことがあると思います普段嫌なこととかムカつくこととか仕事ストレスたまるとか。 そういう時に皆さんのストレスの対処法どうしてますかっていうのをぜひ教えていただいてシェアできたらなと思いますので、ラと次回、木曜日か。木曜日は多分ちょっと無理だからちょっと長らじも、まあ、無理、無理せずというか状況を見ながらやっていきたいと思います。月曜日かな一週間後にしたい、しようかな。多分木曜日無理なので。また来週の月曜日の長らじで このトークテーマをやっていきたいと思いますので、皆さんのストレス対処法をどんどんどし、どし、どしコメントに書いてください。はい。ということで、本日のながらじはここまでになります。また次回お会いしましょう。バイバーイ <music>